しみにしてるぜ。はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、平木美優です。今回ですね、新武器ね、僕ねワッフィーだと思ってたんですよ。名前ね調べたらね、バッフェっていう名前でした。はい、にわかです。今回はこのバッフェ、ちょっとね暴れ馬らしいんでね、いい感じのカスタム組んできたんで、そちら紹介しつつやっていきたいと思いますね。はい、隠れてフラグ投げて、一人抜けてったな、今一人抜けてったぞ今。危ねえなおい。はい、今回のバッフェは、かなり、とつる人向けのカスタムになってます。何がとつる向けやねんみたいなね、ラピッドファイヤーとグリップと、あとエネルギッシュだっけな、あのめっちゃ走るやつ、あれつけてきてますね。とにかくとつる人向けのカスタムです。はい、とつってください。これでガンガンとつってください。で本当にね、あのラピッドファイヤーとグリップ めっちゃグリップつけても暴れるんで、あの本当にね、うっと突りましょう。とにかく近距離で戦いましょう、とにかくね。うん、やくそー、やられたー。近距離で戦うことを念頭に入れたカスタムなんで、エネルギッシュでガンガンと突りましょう。で裏取りとかするときはサプレッサーつけてね、あの裏取るといいと思います。いくぞ。はいはい、味方ごめん、守れなかった、ごめんね、ごめんごめん、悪い、マジ悪い、マジ悪い。オッケー、ワンキルして、で、多分サプレッサーで音聞こえてないから、こっち回っていこう。で、味方がこっちでやり合って、はい、ワンキル。で、リロードして、押すか、押し込もう、押し込もう。で、この微妙な隙間からこう、チラッと覗いて、リス狩りウェーイっていないんだよね、もうリス変わってんすね。いやー、ちょっと遅かったな、リス狩りまで来るの。まあ、本当にね、あの、押し込みましょう。とにかく押し込む感じで。まず、前押し。で、近距離で戦う、それだけですよ、やることは。ほんとほんとそれだけ。めっちゃ強いからマジで解けるから本当に。で32発しかないんで、弾を大切にしましょう。はい、ダブルキル、いいね。 UAV 出します。あー、ミサイル落としちゃった。ドーン、ダブルキル、うますぎる。機銃走者行きましょう。敵がリスに突っ込まれてる間に機銃走者でバーっとね、バーっと、バーっと、一体も倒せねえ、むずすぎ。機銃走者来るかな、正面来ないっぽいけどな、いるわ。奥の敵倒してリロードして、どうしよう、裏取りに行っても大丈夫そうだけどな。裏取り行くか。ここでサプレッサーがすごい活躍しますね、こうやって。で戻ってきてる、あやべ、いる、これまずいな、やべ。ハンドガンで倒して一旦リロードして、しょうがないから武器拾おう。敵の武器拾った。はい、いないね。あれ、どこ行ったの敵。え、敵いないぞ。あれあれれれあれれれれ、いない。いやー、詰めすぎちゃったかな。あー、ちょっとあまりにもね、あのバッフェが強すぎるんで、すいませんね、ほんとバッフェ強すぎて、ほんとごめんなさいって感じ。はい、オッケー。もうワンキルしなくてもいいのか、十分十分。さあさあさあ、もう当初のバッフェを使うっていう目的からもうただの無双ゲーになってるんですけれども、いやーすごいな、なんか強いね。おっと、やらせねえよマジで。はいはい、ということでね、キューン、おー、固まってる固まってる固まってる、ごちうさ、ドーン。今度こそ当てまーす。ダダダダダダダ、あれダダ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 ダ、あれ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 、あああああああ、はい、下手くそー。あ、味方さん、こんなとこでアピールいいから攻めよ。あ、やべやべ、あー、ついに死んだ。いやー、残念ですね。でもこれでやっとガントツバッフェが使えるということで、もう一度ねガンガンとつっていきたいところですね。まあこのできるだけ広いところは行きたくないんで、あれ、はい、お尻掘りまーす。気持ちいいでーす。やっぱりお尻掘るのが一番気持ちいいっすね。はい、行き過ぎ。行く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 。うわー。あー、フラグだー。飛んでったー。だからね、バッフェね、角間が欲しいっていう方いるんですけど、僕ね、そんなにいらないんじゃないかなってちょっと思うんすよね。瞬どけするんで、近距離で戦うことを意識すれば、割と、まあ、すぐ溶かせるんで、まあ、リロ癖結構発動しちゃってるんですけどね。リロードもそんな長くないですし、まあよほど無理しなければいるな。はい、ごちそうさまでーす。さらにこっち来てるから倒す。でそっち味方がやってくれる、ナイス。左側いるな、暴れる。1911ゴリ押し、
やべえ、ゴリ押せなかった。いやでもいいっすね、こういうレートが速いサブマシンガンっていいっすね。正直サブまで最強100式だと思うんですけど、なあ最後の最後で墓穴掘る雑骨、はいナイスです。ということで26キル5デスですね。うわめっちゃ強い俺めっちゃ強い、俺じゃん、しかも俺や俺、悪いね。なんかこれ大してキルしてなくね。あーキルしたか、3キルか。いいっすねいいっすね、よいよい26キル5ですレシオ 5.20 やば。ではさっき使ったのはこれです、空挺バッフェ、ラピッドファイヤーグリップエネルギッシュ1911、マーク2手榴弾ですね。次はこっち、あんまりそのとつらない人向けやっていきたいと思います。はい、ということで2戦目はとつらない人向けですね。とつらない人向けなんでラピッドファイヤーとかつけてきてません。なんで、ラピッドファイヤーつけてないかっていうと、とつらないとね、そのなんだろう、とつらないとそこまでこの武器なんか強さを生かしきれないし、あの角間がないと中距離以上の戦いの時に弾が足りなくなっちゃうんですよね。なんで今回はグリップとハンドを抑えて、あんまりとつらない系のカスタムでやってるんですけど、正直ねとっつった方が絶対強いと思うんですよ。本当に本当にとっつった方が強いと思う。この武器はとっつってなんぼだと思うわ。ただまあせっかくのね高レートなんで、まあとつらなくてもそれなりに戦えるカスタム組んでみたんで、よかったらとつの苦手な人もバッフェ使ってみてねって感じで。あー倒せねえ、はいオッケー、いいねー、いいよ。バッフェって聞くとお腹すくよな。なんかあのバイキングのことを別名、まあなんか多分違う外国の言葉でビュッフェって言うんだけど、お腹すくよね。なんかビュッフェってお腹すくよねって。はいオッケー、どうしようかな、やばいいる、うわー抜けんのマジか。いやーエネルギッシュあるとね結構ねさらサクサクっとダッシュできるんでいいんだけど、今回はね敵を倒してね弾を拾うっていうね、パークみたいなのつけてきたからね。あぶね、ちょっとグダったわ、危なかった今。お弾増える、弾増える、こうやってね弾増やして、形成能力上げていこうっていう感じです。はい、でとつらない人はやっぱりねオートジャ式で丁寧に戦っていただきたいよね。こうチラッと顔出して危ないと思ったらすぐ引くぐらいでちょうどいいと思います。おっと後ろにいるね。あー負けんのマジか。逆にこれ屋内が怖いぞ、これいるわやっぱり、あっぶねー、ちょっと行くのやめる。頭出しに弱いんだよこの武器本当に、頭出しに弱いからああいうとこ無理して突っ込んでっても死ぬだけだからマジで。死んだかもしんない、うわーっとー、はい避けるんですね、はい OK、よし、あーごめん味方、またカバーできなかった、ごめんな本当。よしぐるっと回って戻ろう、おい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 、チーズ元気っすか、いましたいました、オッケーワンキルして、いやーせっかく角間がつけてるのにいつもの癖でログセしちゃうな、せっかくの角間が無駄にしてるよねこれね。やったー上だっぺー、うんとつった方がね楽しいよこの武器絶対、とつらないカスタム作っといてなんだけどさ、とつった方が絶対楽しいわこれ 100% 右見て、いや絶対こっち来る、 100% こっち来るでしょ、 100% こっちでしょ、あれえマジ言ってんの、いなくね、落ち着いて戦おうね、のんびりと構えておくぐらいがちょうどいいよね。左かな、よしいた、オッケー倒して、いいね、スコアストリーク回ってるよ、18キル3です、敵2人しかいねー、やべえやりすぎた、やべえやりすぎちゃったわこれ完全に、ごめんなー本当に、本当ごめんなって感じ、あおえな、これな、ごめんな本当にごめんなマジで、いや入ってこないしね、しかもねこれこのまま終わっちまうな、ごめんな、なんか実況下っちゃってな、うん、なんか海外の方っぽいけど名前的にもう真ん中で遊び出してんもんな味方、すまんな、バッフェ強すぎるのが悪いんや、ドーン当たるぞ、そこはライトマシンガンが意外となんか猛威を振るってないってことに俺は喜びを感じざるを得ない。やっぱライトマシンガンってコールオブデューティーにおいてマジで最強みたいな扱いだからさ、それがあんまり猛威振るってないとちょっと嬉しいよね。あーやられたー、よっしゃー今度こそ当てるぞー、だだだだだだ、やったー当たった、
だだ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 やっと当たった。さっきの試合1回も当てられなかったもんな。ということで終わっちまいました。はい、69対44。ちょっと試合ぐだっちゃったから多分カット入れてると思います。はっ、サーバーとの接続が切れましたとさ。なんかサーバーとの接続が切れて0キル0デス扱いになったわ。めっちゃ無双してたはずなのに、ふざけんな。ということで2つ目のカスタムはこれですね。空兵、バッフェ、角間がグリップ、フォーリッチ1911マーク2手榴弾でした。まあバッフェね強いんで、あのとつりたい方おすすめです。ぜひ使ってみてください。ということでお疲れ様でした。チャンネル登録お願いします。ではまた戦場で。